ズワもこんにちは、ドブダラスカでございます。先日あげましたフジパンスナックサンドの食レポ動画、残り1種類だけどうしても手に入らなかったんですよ。もう連日近所のスーパーに通っては通ってはチェックしたんですが、値札こそついているものの残り1個も残っていない。そんなことばかり続いていましたが、ついにゲットしたんですよ、これ。フジパンスナックサンド、ベニーモ&ホイップ。パッケージがね、ウルトラマンベリアルなんですよ。だこれだけがずっと手に入らなくて、近所のスーパーに行ってもない、バイト先のスーパーに行っても全くない、全然手に入らなかったんですよ。ただ昨日行ったら残り2個でしたので、慌てて買ってまいりました。まあ、中身一緒なんですけれども、パッケージが2種類なんですよ。ちょっと写真が違う、まあ、こっちがですね、こんな感じですね。はい、ブリアルと、ここにブリアルの胸周りのデザイン、中身がベニーモ&ホイップ。まあ、単純にこれベリアルのパッケージだから人気だったのか、はたまたこのベニーモ&ホイップっていうこの味が人気なのかわからないんですけれども、ではこいつだけがずっと売り切れてきました。裏面こんな感じです。ここにベリアルの説明が書いてありますね。こいつはですね、基本いいやつしかいないウルトラマンの国で唯一犯罪者となった悪いやつで、悪のカリスマって書いてありますね。自分で自分のことをカリスマって言っちゃうあたり。でもう一種類がこんな感じ、武器のギガバトルナイザー持ってるバージョンの写真です。その他は基本一緒、裏面の説明文も一緒です。全然関係ないけど、ベリアルってベノムに似てるよね。というわけでですね、ちょっとこいつを食べます。今度こそね、パッケージをしっかり保存しておこうと思って、綺麗に開けたいと思います。あー、成功。見えますか、普通パンって白いじゃないですか、こいつだけね黒なんですよ。ベリアルだからなのか、はたまたこの味のベニーモンに合わせたのか分からないですけど、こいつだけ茶色でございます。このパッケージね、容赦せんって書いてあるんで、すごく美味しいと思うんですけれども、どんなものなのか食べていきましょう。うわー、すごい、見てください、中身はこんな感じですね。どうです、ベニーモンのホイップなんてラインナップでね、美味しくないわけがないんですよ。そもそも芋ってもう安パイですからね。うん、なんか黒糖っぽい甘い匂いがします。いただきます。あのね、3種類の中で一番好きです、僕これ。多分これあれだ、ベリアルっていうキャラクターが人気だから、パッケージ人気もあったのかもしれないけど、単純にこれ味が一番美味しいんだと思うんですよ。甘いパンが好きだっていう人は絶対これおすすめです。ホイップが入ってるからどんなもんかなと思って、僕ホイップ苦手なんですけど、全然ホイップ感がなくて、すごくね第一印象甘いんですよ。だから芋っていうよりは黒糖っぽい甘さがします。でそこに後味かな、鼻から抜ける香りがすごく芋々しいので、めっちゃくちゃ美味しいですよ。この黒糖っぽい味は何なんだろう。うん、もしかしたらこの甘いのが普通に紅芋の味なのかもしれませんね。確かにこれ容赦してませんわ。何なんですかね、この美味しさは。あとは単純に見た目の色がめちゃくちゃ綺麗ね、紫、紅芋ですからね。ただね、基本的に紅芋が入ってるものは美味しいんですよ。沖縄メーカーの紅芋タルトというね、これは結構美味しい。なんかツイッターのアカウントでもですね、ベリアルのこれだけ結構人気で、めちゃくちゃ入荷数どうたらこうたらみたいなツイートをしてる店の情報が回ってくるんですけど、それだけのことをする価値はあるかもしれませんね。いや、これね、おすすめですよ。この味がもともとあったのか、それともこのベリアルに合わせて作られた新しい味なのかわかんないですけど、少なくともこの商品はですね、コラボ商品なので、おそらく今月いっぱいぐらいまでの販売なんじゃないかなと思います。皆さんお早めにどうぞ。僕はね、あと3回は食べるね。というわけで、また次回の食レポでお会いしましょう。